皆さんこんにちはアツコストロンゲストです今回ご紹介する本ははいこちらです嬉しい言葉が自分を変える村上の坊さんですでですねこちらの本ですと,、えー、とあまり良くない言葉を武器言葉で置き換えたいい言葉を楽器言葉として捉えています でですね読んでみるとあの私もですねまあ普段からあの考えないでばばっとあんまり良くないことをしゃべってしまうのでなるべくそういうことはやめようやめようと思ってはいるつもりですけれどもやはりですねまだ勉強が足りなくて分かっていないんですね。 でこちらに書いてある「武器言葉」を別に悪くも悪いと思わないで使っていることも結構あったのであのこちらはちょっと気をつけて使わなければならないかなとも思います。でですねまあ、あのやはり人間普段からあの発している言葉というのはすごく大事だと思うんですね。 でですねあの人はね「ねんじゃあいこう」と言っててやだなというような、まあ、イメージも浮あの植えつけられてしまいますのでなるべくですねいい、あのー、いい言葉を使うようよに日常を心がけたいと思いますもうですねこの本読んで「あこういうことはあの言ってはいけなかったな」とか「あこういう言葉を使えば相手は気持ちよく受け止めるだろうな」ということがよくわかりますので皆様にも是非読んでいただきたいと思います。 はい。今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、あの、とてもためになる本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。